岸田。岸田よ。お前のせいだぞ。出生数初の80万人割れ。日本人の人口を減らして減らして減らして、そのうちに中国人手引きするつもりだろ。相当中国に土地売ってやってるそうじゃないか。お、ま、前、あ、何やってんだよ。まあ、どこの人間だよ、貴様。うん。石原慎太郎がいたら許さねえぞ。お前ら。何やってんだよ。むちゃくちゃ心配だよ。岸田。 岸田ってよりも、崖っぷちだな。崖っぷち大好きが。天皇陛下万歳だな、もう。万歳ってお手上げの方だぞ。どうしてくれんだよ。何やってんだよ。お前自分ちだけ良ければいいのかよ、ロスジェネ世代何とかしろよ。頼むよ。もう期待できないけど、なんかね、むちゃくちゃな予算通しやがったな。君予算でまさに君予算だよ。もう何一つこの野郎、インボイスやめとけよ、もうこの野郎。 消費税廃止してくれよ、もう。あの消費税なんて喜ぶやついないぞ、お前。喜ぶやついるのか。俺は喜ばないよ、消費税。嫌になっちゃうよ、もう。助けてくれよ、もう。岸田岸田